今日の私のハッピーポイントを発表します。今日は12月のお誕生会ということで、ホールでお誕生会を行う前にお部屋の方でケーキをいただいてからホールに行きました。すみれさんはケーキのスポンジとクリームの部分はみんな大好きでよく食べるんですけど、いちごは果物が苦手でいちごもちょっと嫌いな子が何人かいて、いつも残してしまってるんですが、今日はどうかなと思って子供たちの様子を見ていたら、やっぱり残して食べてない子が多かったんですけど、いちごの先っぽの方は甘いからちょっと食べてみるとかっていう風なお話をして、ちっちゃくちぎってあげたら、今まで食べたことがなかった子が2人食べることができたんです。それがとても嬉しかったです。以上です。ありがとうございました。